ヘンリー・ローソンヘンリー・ローソンは、オーストラリアの作家、詩人。同時代の作家バンジョー・パターソンと共に、ローソンは、植民地時代のオーストラリアを代表する詩人、小説家であり、しばしばオーストラリアの、最も偉大な短編作家と称される。日本語表記は、ローソンとも。ニューサウスウェールズ州のグレンフェルという近郊の町で、生まれた。彼の母、ルイーザ・ローソンは、 婦人参政権論者として、著名な人物で、また、夜明け市の所有者権編集者であった。父、ニールス・ヘルツベルク・ラーセンは、ノルウェー生まれの甲府で、21歳で会員となり1855年に、メルボルンに上陸、ゴールドラッシュに加わった。ラーセンは、複数の近郊地を訪れ、パイプクレーで、ルイーザと出会った。 彼らは1866年7月7日に結婚した。新郎は33歳、新婦は18歳であった。ヘンリーの誕生と同時に、一家の姓は英語風にローソンと改められた。彼らの結婚生活は幸福なものではなかった。ローソンは1876年10月2日からユールンベリーの学校に通い始めたが、同時期に、 耳の病気にかかり、耳が遠くなった。14歳までには、完全に聴覚を失った。彼は、その後、8キロメートル離れたマジーにあるカトリックの学校に通った。そこで、教員のケバンという人物から、死のことを習ったようである。ローソンは、ディケンズと、マリアットの愛読者であった。また、ロブリー・アンダー・アームスやフォー・ザ・ターム・オブ・ヒズ。 ナチュラルライフなどのシリーズものも好んだ。おばに与えられたブレッドハートの著作も読んだ。読書は彼の教育において大きな比重を占めるようになった。老舎であった彼には学校での正規教育はうまくいかなかったからである。父と一緒にブルーマウンテンズで建築業に従事した後、1883年。 彼は母、ルイーザの誘いを受けて、シドニーへ移った。ルイーザは、下の子供たちと共に、夫とは別居していたのである。ローソンは、大学入学資格試験を受けるべく勉強したが、結果は、不合格であった。1896年、彼は著名な社会主義者、ベルタブレットの娘、ベルタブレットジュニアと結婚した。彼らは二人の子供を儲けた。息子ジムと、 娘ベルタである。しかし、その結婚生活は、不幸な結末を迎えた。最初に活字になった、ローソンの詩は、エーソングオブザリパブリックで、これは1887年10月1日に、彼の母の求心的な友人たちが勢力を持っていた、雑誌、ブレティンに掲載された。続いて、ザレック・オブ・ザ・デ・アリー・キャッスル、そしてゴールデン・アリーが発表された。 1890年から91年の間、ローソンはアルバニーで働いた。91年にブリスベンのブーメラン氏から誘いを受けて物を書き始めるが、7から8ヶ月で問題を起こしてその仕事を辞めている。シドニーに戻り、ブレティン氏への寄稿を続けた。1892年にブレティン氏から 旅費の交付を受けて内陸部へ旅し、ヒデリンに苦しむニューサウスウェールズの現状を目の当たりにした。このことは、ブレティン論争への寄稿に反映され、またその後彼が書いた多くの作品の題材となった。20世紀の著作家、ブルース・ウェルダーは、ローソンが行った、ハンガー・フォード・バーク間の徒歩旅行についてこう述べている。 オーストラリアの文学の歴史において最も重要な旅行であり、それは彼がオーストラリアのブッシュに対して抱いていたすべての偏見を裏付けした。ローソンは牧歌的な田舎についてロマンティックな幻想を何ら持ち合わせていない。エルダーがさらに続けることには、ローソンの奥地に対する厳しい見方はバンジョー・パターソンが描写する勇敢な騎手たちと美しい風景。 すなわちロマンティックな田園風景とは全くかけ離れたものである。ローソンの最も成功した3分の作品集は1896年に出版されたホワイト・ザ・ビリー・ボイルズである。その中で彼はパターソン及びロマンティックな人々への攻撃を継続しオーストラリアン・リアリズムとでも言うべき流れを作り出しつつあった。エルダーは以下のように書いている。 彼は短く、鋭いセンテンスを使用した。その文体は、後のヘミングウェイや、レーモンド・カーバーのソレの原型であった。最小限の形容詞、徹底的に切り詰められた描写により、ローソンは一つのスタイルを確立し、オーストラリア人というものの輪郭、不愛想に寡黙で、熱烈に平等主義的、そして心底から人道的、をはっきりと示した。 胸の張り裂けるような、荒涼と孤独の描写で知られる、家畜追いの妻は、彼の最上の短編の一つだと見なされている。この作品は、学校の教材として使用され、また映画や演劇にもなっている。ローソンは、スケッチストーリーの利点を強固に信奉しており、ザ・スケッチストーリー・イズ・ベスト・オブ・オールとの言葉を残している。ローソンの、 ジャック・ミッチェル・タンの一つ、オン・エッジオブ、エイプレーンは、最も完成度の高いスケッチの例として、しばしば言及される。オーストラリア人の大多数と、同様、ローソンは、都会暮らしであった。しかし、奥地での暮らしも少なからず経験しており、彼の作品の大半は、ブッシュにおける実生活の体験に基づいている。1898年の時点では、彼は、 シドニーで、ボヘミアンのクラブであるドーンダスククラブの著名な会員となっており、作家仲間たちと会って飲酒と会話を楽しんでいた。ローソンの墓晩年、彼はアルコール中毒の作家ではあったが、おそらくオーストラリアで最もよく知られた名士であった。同時に、彼はまた、シドニーの路上では、常習的に小事をしていた。 彼はベースよび妻への離婚手当の不払いにより、ダーリングハースト刑務所に収監された。この経験は、印象的なッ1ス0 3に記録され、1908年に発表された。ローソンは、ダーリングハースト刑務所を、スタービングハースト刑務所と呼んでいる。入所者に与えられる食事が極めて不十分だったからで、ある。彼は、脳出血により、 1922年にシドニーのアボッツフォードで死亡し国葬にされた。葬儀には首相のビリー・ヒューズやニューサウスウェルズ州知事のジャック・ラングをはじめとして数千人の市民が出席した。彼はウェーバリー墓地に埋葬されている。ヘンリー・ローソンは10オーストラリアドル紙幣の肖像となった最初の人物である。 この紙幣は1966年に発行された。1993年に紙幣がポリマー紙幣に切り替えられた際、ローソンの肖像も廃止となった。エルダー P115 ハット AB ブライアンマシューズ、ローソン、ヘンリー。EN、オーストラリアンディクショナリーオブバイオグラフィー、ボリューム10、ムップ、ピアニッシモも、18から22、2007年7月15日、閲覧。 ファルキナー、P64 ファルキナー、P62 ABCD エルダー P113 エルダー P95 ハットエルダー P96 ファルキナー、P63 マルチメディアシアターザ・ドローバーエスワイフオーストラリアキーピングブッシュバラズアライブアンドウェルザ・ドローバーエスワイフオーストラリアンフィルムアイコン役中短編小説の形式の一つ 19世紀頃の明確なプロットを持たない短めの短編を指す。通称スケッチ。A.B. ザ・ペンギン、ヘンリー・ローソンショートストーリーズエディテッド・ウィズ・アミ・イントロダクションバイ・ジョン・バーンズイントロダクション役中スターブはウェルノイありがとうございます。